宝飛本線。宝飛本線は、大分県大分市の大分駅から、熊本県熊本市西区の熊本駅に至る、九州旅客鉄道、JR 九州の鉄道路線、地方交通線である、阿蘇高原線、阿蘇高原線という愛称が付けられている。国土交通省監修、鉄道洋欄では、大分駅を起点としているが、JR 線路名称広告では、 熊本駅が起点で、列車運行場も、熊本から、大分駅の方向が下りになっている。ここでは、経路図、沿線外境、駅一覧などを除き、鉄道要覧に合わせ、大分駅起点として記述する。2016年4月の熊本地震で甚大な損害を受け、日号大津駅麻生駅間で普通となっており、全線復旧の目どは立っていない。 世界有数の規模を持つ阿蘇カルデラの中を横切って、九州中部を横断し、大分市と熊本市を結ぶ路線である。特急列車も多く運行され、阿蘇や城下町、武田市を通る観光路線であるとともに、大分市、熊本市への通勤、通学路線でもある。JR 加護は、大分、熊本都市圏近郊において、増発、新駅設置など、 輸送力は大きく改善された。国鉄時代は1時間に1本程度であったが、現在では20から30分間隔で運行されており、また観光路線ということもあり、幾分黒字に近づいた。実際に大分県内を走る JR 線、東路線と日光本線、久し大本線の中でも営業係数は低い。2012年12月1日より大分駅、 中盤電駅間及び、非合大津駅熊本駅間で IC 乗車カード、守護課が利用可能である。なお、中盤電駅非合大津駅間では、守護課での入り出場はできないが、守護課での乗車で通過することはできる。2016年12月22日より、一般向けリアルタイム列車位置情報システム、ドレドレが運用開始された。スマートフォンアプリ。 JR 九州アプリを利用することで、リアルタイムの列車位置情報が全線で利用できる。大分駅滝水駅、構内のぞ間が大分支社、滝水駅熊本駅間が熊本支社の管轄である。風景説明の都合上この章では、熊本起点で説明する。熊本駅から日大津駅までは、電化区間で、政令指定都市である。 熊本市をはじめとする熊本都市圏の通勤通学路線となっていて、沿線には学校や光の森をはじめとした新興住宅地やニュータウンが多くあるため、鹿児島本線熊本口よりも豊肥本線熊本口の方が運行本数も利用者も多くなっている。朝の通勤時間帯は10分間隔で運行され、4両編成で運転される列車もある。 夕方も高校生や通勤客で利用が多いが、朝のように4両編成で運転される列車はなく、いずれの時間帯も、新水前寺駅光の森駅間は特に混雑が激しい。熊本駅は2015年3月に一部高架化され、高架化が完成した2018年3月より、豊射本線の列車の発着も高架ホームに移動した。鹿児島本線と分かれた後白川を越えると、 住宅地が広がる。また、熊本駅よりも、市街地により近く、東部地区へ近いことから、同じ熊本市電と連絡する駅であっても、浸水前寺駅を利用する人が多くる。利用者数は4200人程度で、県内、第2位こともあり、熊本駅の利用者は、あまり多くない。再び白川を越えた後、武蔵塚駅付近からは、 加藤清正が整備した杉並木の街道と並走する。光の森駅を過ぎるとやがて、日大津駅に到着する。この駅からは、熊本空港への無料乗り合い連絡タクシーが出ている。日大津から先は、秘伝課となり、阿蘇街林山に向かって行く。右下に、阿蘇から有明海に流れ下る白川を見下ろすようになると、縦の駅。ここは、 外輪山が一箇所だけ途切れて低くなった場所で、阿蘇のカルゲラ内と熊本平野をつなぐ白川も道路も、鉄道もここを通らねばならない。ここで、鉄道は有名なスイッチバックで標高を稼いで、カルゲラ内に入る。熊本から縦野に到着した特急、阿蘇ボーお及びワンマン列車の運転士は、ホームの上を歩いて、反対側の運転席に行き逆機に、発車。 しばらく坂を登って停止すると、今度は車内を歩いて、元の運転台に戻り、再びじめと同じ進行方向で発車する。この間、白川の渓流は、どんどん遠くなって行き、やがて列車は、阿蘇カルデラ内の平原、阿蘇谷に入る。阿蘇谷を走る間、右には、阿蘇の火山群、左には、広い田んぼの向こうに、長大な崖のようにそびえ立つ、北側外林山を見ることができる。 宮地駅近くには、日獄21宮の阿蘇神社があるが、この辺りが、火山群が最もよく見える。宮地駅を出ると列車は、左右に大きくカーブしながら、東側外林山を登ってゆく。いくつかの長めのトンネルを抜けて、一瞬左手に、広大な阿蘇谷を見渡せるがすぐに、宝飛本線の最高点である坂の上トンネル、延長2886メートルに入る。 ここまでひたすら登り続けてきた、宝碑本線は、分水嶺を越え、ここから降り始める。緩やかに波打つ高原を左右に細かくカーブしながら、下ってゆくが、この周辺は9万年前に、麻生山が大噴火した時に、火砕流に覆い尽くされた、一体、火砕流第一である。滝水駅と文豪木駅の間に横たわる、大分県との県境付近から、 宝飛本線は大野川水系上流の幾筋もの、川を、ある時は渡り、ある時は川筋に沿って走ってゆく。これらの支流が、稲葉川と大野川の2本の川に集約されて盆地に流れ込み、その底になったところが、文後武田駅。四方を山に囲まれた武田市は、連魂町と呼ばれるほどトンネルが多く、宝飛本線も何本ものトンネルを通り抜けて、文後武田駅に着く。 タキレンタロウの工場の月で有名な岡城は駅近くにあるが盆地の底にある駅や市街からは見上げるような高さの台地上に石垣を組んでる。武田市を出ると、宝碑本線は大まかに大野川に沿って谷筋を通ってだんだん平地へ降りて行く。武田市やその東隣の文豪大野市は奥文豪と呼ばれる地域で沿線には大野川水系の豊かな水資源による 遊水や滝等が数多い。法碑本線は、文豪王の市のうちの小形町、三重町、犬海町などののどかな風景の中、川幅を広げながら流れる王の川及びその支中を何か渡る。中盤殿からは一転して、大分市の郊外住宅地に入り乗客、運行本数ともに多くなる。国道10号に並行して、東九州の中核都市である。 大分市の島市を縦断。下郡信号場からは、日暮本線と並走しながら大分川橋梁を渡ったところで、降格間に入り、その後久し台本線が合流。駅南側の再開発工事が進む大分駅で終点となる。大分駅ホームは2012年3月17日に完全降下化されたが、それに先立ち放置、久し台線のホームのみ2008年夏に、 先行して高架化されたため、その間特急、九州横断特急は、大分川橋梁手前で、豊肥本から仮設の渡り線を経て、日報本線、当時地上ホームに入るようにして、別府駅までの直通運転を継続した。平均通過人員、輸送密度、旅客運輸収入は、以下の通り、普通列車は、熊本地震による一部運休後はおむね分を、武田駅、 阿蘇駅、肥後大津駅で運転系統が分かれている、運休以前は、文後武田駅、宮地駅、肥後大津駅で分かれていた。大分駅、三重町駅間、肥後大津駅、熊本駅間で運転されている、ワンマン運転の普通列車、二両編成は、2006年3月17日までは、無人駅及び、有人駅での営業時間外の停車時は、前の車両のドアのみ開け、 中扉は開かず、後ろ乗り前振り、乗車時には整理券を取って、下車時に運賃を整理券と共に運転士に渡す必要があったが、翌3月18日のダイヤ改正後より、すべての駅で列車のホーム側のすべてのドアから乗り降り、できるようになった。さらに熊本側は2013年3月16日の、ダイヤ改正より、すべての列車によるすべてのドアからの乗り降りできる。 区間が立駅熊本駅間に拡大された。キハ200系機動車を中心に運行され、大分駅、中盤電駅、犬海駅、三重町駅間の区間運転列車も設定されている。1時間あたり、大分駅分を竹田駅間の直通が1本、大分駅、中盤電駅間は、区間運転が入って2から3本になる。朝晩には、犬海駅、三重町駅発着の設定があり。 当該時間帯は毎時日本程度となる。2008年3月14日までは夕方に文を武た田た発とその折り返し中盤電域一往復が日光本線の別府駅まで乗り入れていた。2014年3月15日のダイヤ改正で最終列車の30長期時刻が0時台となり日付を不要になった。2015年3月14日のダイヤ改正で中盤電 三重長発で、日本本線亀川駅が復活したが、2018年3月17日のダイヤ改正で、再び廃止された。山あいの過疎地を走るために、駅間距離が他より長く利用者が少ない。運転本数もこの区間の投資列車が1日4、往復、文語武田駅、宮城駅の列車が1往復、文語尾木発文語武田駅の区間列車下り1本。 のみで3から5時間ほど運転間隔が開く時間帯がある。この区間はワンマン運転対応のキハ220系、キハ125系機動車などによる単行運転が行われている。熊本地震により被災し、運休中である。代行バスのない普通扱いとされており、JR 九州のウェブサイトでも遠区間については代行バスの案内がなされていないが、実際は 非公式ながら代行バスが運行されており、JR 九州のウェブサイトでも内々で時刻表は掲載されている。この代行バスは、同区間を有効に含む普通乗車券、定期券、回数券で利用可能だが、あくまで代行バスではなく、一部区間バス輸送という扱いであるため、JR 九州ウェブサイトの駅別時刻表や時刻、運賃検索にも時刻は表示されない。 大港バスは、宮地駅や総駅非合合津駅間で、平日16本、うち1本は、宮地駅非合津駅直行便、土曜日7本が運行されている、上り下りで本数が異なるが、日曜、祝日は終日運休であり、土曜日の非合津駅発1本を除いて、日中の運行はない。また、縦野駅と瀬田駅は、通過扱いとしているほか、内巻駅と、 赤水駅については駅前には立ち寄らず駅近くの店前または駐車場に停車する。なお、同区間には代行バスの他に定期特急バスが運行されている。被災前には宮地駅飛行大津駅間にキハ200系、キハ40系機動車による2両編成列車が一部の時間帯を除き1時間あたり1本程度運転されていた。一部の列車を除き、 日中は、日豪大津駅で、熊本駅発着の電車に接続するダイヤを取って、いたが、早朝、夕方以降は、熊本駅直通列車も設定されていた。東区間では、2017年4月より、復旧工事が行われている。この区間は、1999年に、熊本国体、熊本未来国体に合わせて電化された。2両編成の815系。 817、軽電車により昼間は1時間あたり3本程度の普通列車が運転されている。また、早朝と朝の通勤時間帯及び深夜には、熊本駅光の森駅間の区間運転列車も設定されている。平日の朝ラッシュ時は約10分間隔で運転されるが、それでも混雑するため815系、817系では4両編成での運転も行われる。 このほか、鹿児島本線との直通列車も少数ながら設定されており、鳥栖駅、大牟田駅、玉名駅、八代駅、光の森駅、肥後大津駅間で運行されている、鹿児島本線のボーリ玉名、大牟田方面への直通列車の設定は、休日の2本のみ。九州新幹線との接続を考慮して、始発は5時台、終電は0時台になっている。0時台の終電は、 新幹線全線開業後に新設された。熊本都市圏の人口の多い区間のため、終日にわたって利用が多い。2011年3月12日に、九州新幹線全面開通後、後日の特急、有明の宝碑本線内での運行が廃止されるのに、伴い新たに、快速列車、宝碑ライナーが、熊本駅非合津駅間に設定された。停車駅は、特急、 有明と同じく新水前寺駅、水前寺駅、武蔵塚駅、光の森駅となっていた。日号津発3本、光の森発3本、日号津駅3本、光の森駅4本の計13本が10時台から16時台にかけ運行されていた。しかし、2013年3月16日のダイヤ改正をもって、ホーヒライナーの愛称は廃止され、 各駅停車の普通列車となった大分駅阿蘇駅間に特急が1往復運行されており、大ねがね、と日宿部や長期休暇期間には、遊ぼ防い。それ以外の期間には、九州横断特急が運行される。運行時刻は同一。遊ぼ防いは、観光特急仕様のキハ183系1000番台で運行される。 九州横断特急はキハ185系が使用され、運転台にワンマンと表示してワンマン運転が行われる。日号大津駅熊本駅間では、熊本地震以降、特急列車は運行されない。沿線に麻生を有する豊肥本線は、古くから観光路線として位置づけられ、1958年からは、準急、光が運行され、 1961年からは、循環列車となる準急、ひまわりが設定された。その後の変遷を経て、法比本線内を運転する優等列車は急行、火の山に統合され、その一部は、天草諸島や島原半島へ向かう観光客の利便を考慮して、三角線三隅駅まで直通運転が行われた。1992年に、火の山が特急に昇格して、 阿蘇と解消し、車両武器派185系機動車に置き換えられた。2004年3月13日には、阿蘇と被殺線の特急、熊川の一部の列車を統合し、運転区間を、別府駅大分駅熊本駅人吉駅間に変更した上で、九州横断特急と解消した。1987年から途中の中断を経て、九州新幹線、鹿児島ルート全線開業時まで、 鹿児島本線博多駅発着の特急、有明が、豊肥本線内の熊本都市圏部に乗り入れていた。熊本駅は、熊本市中心部から離れており、熊本市の中心市街地や住宅地が、豊肥本線沿線にあることから、熊本都市圏からの利便性向上を図り運行され、九州自動車道経由で、福岡市と熊本市を結ぶ高速スノヒの国号との競合を意識していた。 当初は、非電化であったためで重軽ディーゼル機関車が485、軽電車を経営して、豊肥本線を水前寺駅まで走行していたが、1994年に一旦廃止された後、1999年の熊本駅非合津駅間の電化開業に伴い、再開され、運転区間も熊本駅、水前寺駅、武蔵塚駅、光の森駅、非合津駅間となった。 2007年3月18日改正からは、早朝の博多方面行きの有明一本が、宝碑本線内、光の森駅熊本駅間普通列車として運転されていた。九州新幹線、鹿児島ルート全面開業に伴い、2011年3月11日限りで、有明の宝碑本線内での運行を終了した。九州横断特急も一部が、 熊本駅発着に変更されている。2016年3月26日のダイヤ改正で、九州横断特急は、熊本駅人吉駅間の運転が取りやめられ、すべて熊本駅発着となった。熊本地震前は、各地から阿蘇への観光客集客を目的として、毎年おおむね3月から11月までの土日祝日及び小、中、 高等学校の長期休暇期間中などには、熊本、宮島に専用車両を使用した、臨時列車が運されていた。1988年3月からキハ58系、キハ65型を改造した、ジョイフルトレイン、サルーンエクスプレスを使用した、臨時休校列車、サルーンエクスプレス、阿蘇間工号が運転されたが、同年8月28日からは8620。 形状機機関車がアメリカ風に改造された50軽客車を牽引する SL アソボーイが運転された。以後、SL アソボーイは毎年3月から11月に運転されていたが、機関車の老朽化により2005年8月に SL アソボーイは運行休止となり、同年内に運転される予定であった SL アソボーイはディーゼル機関車が牽引するディーゼルアソボーイとして運転された。 同年限りで終了した。2006年7月22日からは内装や外観を昭和30年代のイメージに改造したキハ58系2両を使用する臨時快速列車阿蘇1 9 6 2が運行を開始。車内では昔の CM4A や阿蘇の特産品を呼び高子販売をった阿蘇1 9 6 2は2010年12月26日を 持って運行を終了した。2011年6月4日よりキハ183系1000番台を改造した観光特急アソボーイが運行開始された。また、これに先立ち2011年3月12日より5月29日までは臨時特急アソユルットバクが運行されてた。アソボーイは熊本地震後にいた地域で運行されたこともあったが、 2017年7月より、豊肥本線での運行を再開している。大分玉車は、国鉄の犬飼軽便線、犬飼軽便線。後に、犬飼線と、改場として、宮所の熊本間は、宮所の軽便線、宮寺軽便線。後に、宮所の線と、改場として、両線とも1914年に開業した。なお現在、 南阿蘇鉄道となっている盾の高森間も宮寺線の支線として開業している。最後の区間である玉らから宮所の間が開業して大分熊本間が全通したのは1928年で宮寺線、犬海線を合わせて豊肥本線となった。その際、盾の高森間の宮所の線の支線は高森線となった。阿蘇。 竹田などのタウナ山間部を通っているため、集中豪雨や土砂災害などの災害が発生しやすく、その度に数ヶ月から災害の規模によっては1年以上も普通となることもある。1990年7月2日の集中豪雨では、小形、宮島が普通となり、復旧に1年3ヶ月を要した。1993年9月2日の台風13号では、三重町分後清川館が、 普通になり、全線復旧まで8ヶ月を要した。2004年9月に、三重町文後清川間の桃江トンネルが土砂崩壊により、普通となり、12月の復旧までバスによる代行輸送を行った。2012年7月12日の九州北部豪雨では、小形肥行津間の各所で、土砂流入、築堤崩壊、橋梁流出などの災害が発生した。 尾形文を武田た館及び宮所の日号津館は、同年9月3日までに順次復旧し、被害の大きかった文を武田た宮所の館は、同年8月20日より、代行輸送、同日から9月2日までは、ジャンボタクシーによる代行輸送、9月3日より7条観光バス、大野蓄電バス、亀の井バス、ゆふい院営業等によるバス代行輸送を行っていたが、 翌2013年8月4日に復旧し、運転を再開した。復旧にあたって被害を受けた区間では、路盤やトンネルが強化や土石流対策が施され、九州北部豪雨と同程度の雨が降っても耐えられるものとなった。2016年4月には、熊本地震が発生。縦の赤水間で大規模な土砂崩れが起きて、 並走する国道57号もろとも線路が流出し、赤水駅付近では列車が脱線するなどの被害が出ている。2017年9月には台風18号により、三重町、中盤電下で土砂流入、路盤流出、橋脚土台潜屈などの被害を受け、阿蘇、中盤電下で不通となった。同年9月22日の阿蘇三重町間、10月2日の三重町、 中盤電管の運転再開をもって台風による普通区間は解消したが、熊本地震による普通区間の非合を追阿蘇間の復旧のめどは立っていない。下り方向、熊本から大分方向に記述する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。